アリゾナ州バード渓谷にあるセドナ空港。数ある無関制空港の一つ。無関制空港は関制島のない空港や航空管制が敷かれていない空港のこと。世界の空港の大半は無関制空港である。また、関制島があっても夜間帯など発着が素になる時間帯は無関制空港として運用している場合もある。 無関西空港を利用する際は、関西島からの指示を受ける代わりに、あらかじめ定められた規定にのっとって離着陸する。国によって、規定はまちまちだが、一般に、離着陸の標準航路、共用の周波数等が前もって指定されており、無関西空港を利用する場合はそれに従う。例えば、米国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアでは、 航空管制共用周波数を使うよう決められている。無管制空港であっても、発着回数、扱う、機種、巡航速度の異なる機材の増加に伴い、安全の確保や効率的な運用のために管制空港に昇格することがある。ただし、運用上の都合のみで昇格するわけではなく、管制等の建設費や管制官の人件費の確保ができた上で、 関係自治体の移行や関連航空法規も勘案して初めて昇格を決定する。航空省のように一時的に発着量が増える場合は日時を限って即席の管制塔を設けることがある。この場合は空港施設を曲がりしたりキャンピングカーを利用したり果ては野外に単に椅子をしつらえただけで簡易無線機と双眼鏡を片手に管制業務を行うこともある。 米国の標準発着航路。米連邦航空局 AIM より図4から3から2。無管制空港であっても、上空が管制空域であったり、管制空域内部に位置していることがある。この場合、無管制空港といえども好きに離着陸することはできず、当該空域を担当する空港や管制センターから、発着許可を得る必要がある。許諾を得る場合は、 無線や電話を利用したり、航空会社の運用担当者、地区の航空運営局を通して申請する。上空が完成空域の場合、一度景気飛行、または有視会飛行で離陸した後、完成空域へと上昇する際に、初めて進入許可を得ることもある。また、近くに大きな空港がある場合は、あらかじめ低空域に有視会飛行用の 専用発着航路が用意されていて、管制空域に干渉することなく離着陸できるようにしている無管制空港もある。管制等はないものの、ユニコム等の無線で離着陸や滑走路への誘導を支援する場合がある。あくまで支援業務なので離着陸の許可や航路の指定をするものではないが、天候や滑走路の状態、他の航空機の位置等を案内する。管制を受けないので、 無線で現在地を通達し忘れたりすると、互いの位置関係を把握しない、機材同士が衝突する危険が高まる。1996年に、イリノイ州クインシー空港で着陸中の、ユナイテッドエクスプレス5925便が、離陸中のキングエアと衝突したが、これは、出発を焦るキングエア側が、航空管制強要周波数で、離陸報告を怠ったことが原因である。 また時として誤った滑走路から離着陸してしまうこともある。カナダやノルウェー等では、要通達空港の指定をすることがある。無関西空港ではあるが、指定を受けた空港の管理空域に出入りする航空機には、当該地区担当の管制センターに連絡する義務がある。ただし、関西空港とは違い、管制センターは案内をするだけで、 離着陸の許可など強制力のある指示は出さない。ありがとうございます。